アコーナー193センチ110キロマイカーベルナルド。後半帰ってくるかマイク・ベルナルド。アコーナー186センチ116キロゲリー・グッドリッチ。返り討ちにするかプライドの番人ゲリー・グッドリッチ。3分3ラウンド K1 ルールで行われます。放送席の解説は桜庭和志さん、そして K1 ミドル級マサトさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ最高の対戦ですよ K1 ルールね。マサトさん、今日のベルナルドすごい気合の入った顔してますね。すごいですね、とにかくもうあの8月の敗戦が悔しくて仕方がない、当たり前ですよね。そうですね、K1 ルールで負けたわけですからね。そうですね、ここも絶対勝たなきゃいけないと思ってますよね。引き迫る表情ですこのマイク・ベルナルド。 K1 トップファイターの名にかけて、意地にかけて強いマイクが帰ってきたところを見せなくてはならない。桜庭さん、はい、この試合前のこの両者の雰囲気どうですか？近寄るのも怖いぐらい殺気が出てる。さあベルナルド、ウッドリッチ始まった。ですよ、助けてたんですね。さあグッドリッチ、世界の喧嘩団長プライドの番人、さあ K1 の相手だろうと何だろうと叩きのめすんだと K1 ルールを2回にわたって受けております。 K1 ルールで争われる片やベルナルド、土俵際に立っているのはベルナルドだ。2度続けて負けることは許されない。一方のグッドリッチ再び相手を沈めている。グッドリッチも耐えましたよ、すごいですね、一発一発がすごいパンチしてますね、二人とも。いや、そしてこのローキック、マサトさんがこれはいいな、おっと左のインロー。いやでもまだダメージありますね。そうですね、まあとにかく立ち上がりから両者ものすごい手数。マイク・ベルナルドがゲーリー・グッドリッチを倒しました。雪辱しました。1ラウンド2分12秒 KO でマイク・ベルナルドの勝利。猪木ボンバイエ2002 K-1 ルール